ただいま4時50分です。今日はね、昨日8時に寝たらなんと朝3時に起きました。まだね、外は真っ暗なんですけど、今日の一日楽しんでいきたいと思います。はい、今日は2024年、今日何月だっけ、4月29 29? 28? やばいね、もう日付もかな。 29日月曜日です。今ね、朝のね6時になったばかりで、日がねちょっとずつどころかもう明けとうね日が明けたところです。そうそう、昨日はね夜8時に寝て、起きたのがね2時半とか3時だったっけ AM ね、うん、そう、そっからねちょっとまあ自分の時間を確保したりして、で今朝6時になったのでお散歩にね来ました。そう、あの韓国にさ行く前はさ、朝活とか言ってね、ハワイの朝を満喫してたとし始めたところだったんですけど、で帰ってきて、昨日おととい話した通りちょっとね体調崩してしまっていたので、ねそれができなかったから、久しぶりだねこの朝のお散歩も。また今日からね、頑張ろうね。おお、波がすごいね。朝6時でもちょこちょこ歩いてる方やヨガをされてる方がいらっしゃいます。ちょっと今日は曇りだからさ、あんまりいい雰囲気はお届けできてないかもしれないけど、あ、とっても気持ちいい。今ラモアナビーチパークのマジックアイランドにいます。あそこ行けないよ、ここどうするの。レフト、ライトだよ。ちょっと見る？うん。じゃあそんな感じで、ちょっとね、真剣に歩いていくって言って、その後にまた途中から撮影しようかなと思います。めっちゃ気持ちいい。やっぱり朝の海、いいね。朝のお散歩は最高です。何1時間歩いてきました。今夜じゃない、朝7時でちょっと朝ごはんを買いにイフィアさんに行きました。日本のパン屋さんです。うそうなんです、ちょっとやってしまったことがありまして、今ねコストコにね来たんですけど、まさかのスローモーションで撮っていました。
なんかね、30分ぐらいになってて、なんで私コスコでこんなに30分ぐらい撮影してないんだけど、おかしいなと思ったらさ、スローモーションで私撮ってて、やってしまったというわけで、このね、今5倍速で編集をしてやってみたんですけど、そして今声は後からね、オフレコで今入れております。ちょっとこのスタイルで やれるかな、ちょっとやってみようかなと思います。さあ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 、そんなわけでこの日はですね、コスコに、このコストコは8時まで、夜の8時までなんですけど、来たのがね、だいたい7時40分、夜のもう閉店間際20分前にね来てしまったので、ちょっとゆっくりね、いろんな価格とか、まあ、いろんなことをねしたいなと思ってたんですけど、そんな暇もなく、今回の目的はちょっとお水をね買わないといけなかったので、今からねサンペレグリノをね買いに向かっています。そう、サンペレグリノ9箱10箱かな。さあさあさあ、そんなわけでここは冷凍食品のコーナーですね。あれ、意外と本当に全然止まってない、全然何の紹介も、あ、いきなりここに来ました。はい、こちらがいつも購入しているサンペレグリノ、瓶のサンペレグリノなんですけど、今度ねまたちょっとパーティーがあるので頼まれてね、こちらのお水を購入しに来ました。これがですね、めちゃくちゃ重たくて、もう本当にやばい。で、10箱も買うからさ、押すの、私はもちろん押せないんですけど、で、あ、そうそうそう、このね、多いお茶の話は、そう、今日ね、あ、終わっちゃった。そうそう、多いお茶は、大谷さんがね、スポンサーになったんだよって教えてるとこなんですけど、まあ、あっという間に終わっちゃった。まあ、今こんな感じで、サンペレグリノを持ちながら、運びながら、次のね、そう、ランドリーソープをね、ちょっと頼まれてるので買いに来ました。ランドリーソープは 20.99 ドルですね。はい、全然見えない。ちょっとすいません。めちゃくちゃ早い。そして今ここはホノルルクッキー 9.49 ドルです。今日はね、割引になってなくてちょっと高かったです。さあさあさあ、こういうね、ちょっとね、いつも普段からお土産はいくらかなみたいな感じでね、コストコに来るたびに見てます。さあ、どこに行くのかな。あ、そうそう、このね、プチトマトを、ミニトマトをね買おうって思って 6.49 ドル、安かった、安か、まあ、日本に比べたら安くないんですけど、アメリカではこの量で安いです。はい、じゃあ次はどこに行くかというと、どこに行くんだろう。あ、そうそう、スナックが欲しかったんですけど、売り場が変わっていて、あ、もう急に変わった。ここは、なんだ、水風船。あ、もうお会計ですね、これは。やばい、ちょっと本当になんか変な感じの、早送りみたいな画像になっちゃったけど。はい、終わっちゃった。